どうも金子さん、いらないんじゃないですかっていうようなことを北川自身はもうずっと思っちゃってたと。What's up everybody? 今日は2021年12月15日ですね。この動画では武田塾イングリッシュ新宿校がついにオープンしますよっていう話と、あと令和の虎207人目の志願者さんである金子忠さんですね、希望金額1000万円に対して北川からは100万円を提示させていただいたんですけども、あの虎から1000万円を超えるお金が集まったので、まあ、100万円しか提示してない北川さんは結構ですよってことでお断りをされましたと。で、まあ、なんで北川が100万円しか提示しなかったのか、まあ、そのあたりを語る動画になってます。はい。で、その令和の虎の前に、武田塾イングリッシュ新宿校ですね、2021年12月18日、あとまあ3日後の話ですよ。はい。朝4時に、オープンさせますよと。はい。で、正直ですね、まあ今日もまあずっとその武田塾イングリッシュ新宿校の話なり、まあいろんな打ち合わせなりですね、させていただいたりしてましたけど、はい。まあちょっと前までも電気工事屋さんとも、はい、ちょっと電話してたところですけども、これ4日前の段階ではまだこの状態なんですよね。4日前の状態ではもともと天井も床もあったものを全部はつってしまって、でもスケルトンの何にもない状態にして、でここからまああれですね、もうどんどん急ピッチでですね、まあ、床張りで、あのまあこの天井からボルトが降りてるんですけども、ここにレールを這わせてですね、でおしゃれな照明をあの一つ一つあの設置していただいてるみたいな、そういう工事をもっかやっていただいてるところだと。はい。で、まあ、設計士さんのいただいている、まあ、パース上はですね、まあ、こんなおしゃれなものに、まあ、今もまさになっていってますよと。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、急ピッチで進んでいってるんですけども、まあ、その工事がですね、あの、もともとよりも、あの、一回ですね、もうできなさそうになって、逆にも逆転して、あの、当初予定してたよりも、早く終わりそうな状況にはなってると。はい。で、というのが、もともと、あの、新宿校なので、武田塾イングリッシュ新宿校なので、あの、東京だったり関東近郊の、あの、工事屋さん、職人さんに集まってもらって、工事をしてもらう予定だったんですけども、まあ、ただですね、まあ、ちょっと年内が無理になったとかですね、で、いつ入れるか分かんないみたいな話になっちゃった、あの、そういった工程があってですね、それだったらちょっと困るんですけどっていうような話で、あの、もう、工事のその体系自体ですね、お願いしてる業者さん自体を一回組み直さないといけないみたいな、あの、そういった事態に、まあ、かなりピンチの状態に一度なってしまったんですけども、あの、まあ、その組み直すにあたってもですね、もう年末の最中お願いしてですね、しかも年内にやってくれみたいな、そんな嘘みたいなお願いって、まあ、どこも聞いてくれるわけもなくてですね、で、まあ、もう本当に、もう無理を承知でですね、もう北川もあの、経営コンサルをやってる中で、あの、工事屋さんが何社かあるので、あの、その中であの、もう本当に姫路の業者さんにですね、あの、申し訳ないんですけど、あの、ちょっと割り込み仕事で新宿まで行ってもらえませんかって言ったら、もう、皆さん驚かれますよね。驚かれてしまいましたけど、あの、まあ、本当に無理言ってですね、まあ、解体工事屋さんだったり、今もまあ、電気工事屋さんですね、もう僕のお客さんの電気工事屋さんの社長さんが今、あの、行って現場に入っていただいてるって状態ですけども、まあ、だったり工務店、まあ、大工さんだったりとかですね、あの、本当行っていただいてるというような状態でですね、まあ、そのおかげというか、そのせいもあってですね、まあ、おかげですね、そのおかげもあって、もう、あれなんですね、工期が大幅に短縮してると。はい、というのが、姫路からわざわざあの東京まで行ってるってこともあって、なるべく日数を少なくですね、もう1日詰め込んで朝から晩までもうずっとバーッとこううちの現場のためにやっていただいてるっていうような、そういった流れでですね、あのもう入ったら入ったでも結構な工事が進んじゃうんですよね、まあ、そういうようなペースで、まあ順調に進んでしまってると、まあ、本当にありがたいような申し訳ないようなっていうような状況ではありますと。はい。でそれとですね、あのスタッフの方がですね、まあ嘘みたいにというかですね、まあ怖いぐらいに、はい、対応するのが怖いぐらい申し込みがあってですね、というのはもう260人も申し込みがあったんですよ。なのでもう最近もうヘトヘトになるぐらい、あれですね、求人のやり取りのもうメール返したり、あのフォーマットがあるんで、もうフォーマットでボン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 押すだけなんですけども、押すだけでもしんどいぐらい、もう260人ですからね、ぐらい、まあ、あのもう申し込みがあってですね、でその中でもう面接させていただいている方も、もう本当にエリスグリの方しかも面接しないですけども、まあもう何人も面接できないですからね。なのでもう本当エリスグリの方を面接しながら、その中でも、まあ
すいません、言い方あれですけど、ふるいにかけて、今もう7人ですね。7人の方をもう今の時点で採用させていただいて、で、まだですね、この今の時点でも、まあ、明日、明後日に面接が、結構何人か残ってるので、あと数人採用するか、まあ、ひょっとしたらゼロかもしれないですし、まあ、マックスでも数人ぐらいは採用しようかな、ぐらいの感覚で思ってるところですと。で、これも260分の7だったら260分の10って、すごい確率じゃないですか。まあ、すごい倍率の中で、採用される方、すごい精鋭の方たちを、採用していただくことができそうだと。まあ、できましたと。はい。で、まあ、証拠とかではないですけども、インディードの管理画面ですね。これ見る限り、ちょっと数字見にくいかもしれないですけども、まあ、242人ですね。インディード経由で申し込みいただいたりとか、あとは、北側の YouTube だったりとか、森哲先生の YouTube からも20人ほどですね、応募いただいてて、まあ、延べ260人の方が、今回ご応募いただいたと。で、その中でですね、まあ、申し訳ないですけど、TOEIC 800点以上というふうに募集してたのに、もう900点以上の方しか、もう結局採用できなかったですね。まあ、むしろ900の中でも、結構上位の方だったりとか、まあ、なんなら満点の方もおられたりって感じですね。で、まあ、ネイティブの方もですね、今回国籍不問で応募してたこと、募集してたこともあって、まあ、いろんな国際色豊かな履歴書をいただいたんですけども、まあ、中でもやっぱりですね、今回日本語が堪能じゃないといけないっていうところがネックになって、まあ、よくよくお話聞いてたらとかですね、まあ、その、文章のやり取り、まあ、メールのやり取り見ても、あ、ちょっとこれは微妙だなと思ったらもう、跳ねざるを得ないかなと。はい。まあ、そういうことで、結構、お断りした方もおられるんですけども、まあ、中でもですね、もう、そのメールのやり取り、文章のやり取りもそうですし、面接してももう完全に流暢な、日本語を話されるアメリカ人の方であるとか、あとはですね、アメリカ人と日本人のハーフなんですけども、まあ、アメリカ生まれの、まあ、言ったら、まあ、ハーフの、まあ、言ったらアメリカ人なんですけどね、アメリカ人の、そういったネイティブの方が、二人、採用させていただくことになったっていうことで、一応ですね、そのネイティブの発音を、聞きながら勉強したいよっていう方にも、対応ができるようになってますよと。はい、今回なりそうだと。で、それとですね、まあ、二名からってなってますけど、もう一人ですね、ちょっとまあ、こちらからは採用を言ってるんですけども、今ちょっと検討中の方もいたりとかですね。まあちょっと、まあそれぐらい、今、タイムリーに、いろいろなことが進行中なんですけども、まあとりあえず2名の方はもう確定してますと。あとですね、武田塾ですね。今回武田塾イングリッシュでさせていただくんですけども、本家の武田塾で現役講師をされてる方も今回、ご応募いただいてですね、採用させていただきましたと。はい。で、もうこの方に関しては、僕はもう本部からもう本当紹介していただきたかったぐらいですね。というのが武田塾イングリッシュをこうやってやるにあたって、お願いしてたんです。伊関社長だったりとか、まあそうですね、山火さんっておられるんですけども、山火さんとかにもお願いしてたんですけども、本部でいい方がいたら、一人、流してもらえませんかと。まあ言ったら、一定期間貸していただくだけでもいいんで、もう、何かそうですね、お一人派遣してもらえませんかみたいなことをお願いしてたぐらいなんですけども、まあ、武田塾も、まあ、もう絶好調でですね、お忙しいってこともあって、タイミングがちょっと合わないから、ちょっと今回は無理っていうふうに言われてしまってて、どうしようかなって思ってた中で、求人の中見てたら武田塾の現役講師の方がおられたんで、まあ、そうですね、前のめりで面接をさせてもらいましたし、で、まあ、本当お人柄もめちゃくちゃいい感じでですね、人望も厚そうな方だったので、もう採用させていただきましたっていう方もおられたり、で、また別の方で今度は武田塾の、オーナーをされてる方も今回お声掛けさせていただいてですね、で、武田塾イングリッシュ新宿校に参加いただくことになってますよとかですね、あとは、まあ、TOEIC 満点の方で、ご自身も英語塾を経営している方が、まあ、一部ですね、まあ、フルでは勤務されないにしても、一部、うちの方にも手伝っていただけるというような方もおられたりとかですね。もう本当、そうそうたるメンツですね。もうすごいメンバーが集まってますよと。で、明日も、あれですね、面接させてもらう方でも、まあそうですね、どこどこの、まあ本当帰国子女で、その方もTOEIC満点だったりとかですね、まだ今から面接させてもらう方でも何人かですね、まあ自衛隊の中で英語を教えてる係の方だったりとかですね、まあすごい、まあ英語で話に、まあその海外に生まれてですね、何年も育てて自衛隊に入られたみたいな、そんな方とかも、まだ面接に控えてたりするので、まあ誰をどう採用するかちょっとわかんないんで、まあ、うん、とりあえず断言というか明言しないですけども、おいおいですね、お一人お一人、またこう、紹介できるような、そういう機会があったらいいかなと
思ってますと。まあとにかくですね、もう多彩な顔ぶれで英語力もすごいですし、まあ人間力もすごいみたいな、あの本当に信頼できる方だらけのですね、あの講師陣になるんじゃないかな、まあなるんじゃないかと、もうなってます。はい。なのでもう自信を持ってお届けするっていうようなことができる状況になってますと。はい。まあそういったこともあって、もう自信を持ってもうやっちゃおうかということでオープンしちゃいますと。はい。でそれとですね、もうすでに、あの、ホームページ経由、本部のホームページ経由で申し込みいただいている方もいますし、で、オキャダレベースの萩さんですね、あの、ツイッターとかご覧いただいている方は、あの、もうすでにご存知かもしれないですけども、あの、萩さんの方がですね、武田塾イングリッシュ新宿校で、これから英語を勉強していただくんですね、ということにもうなってますと。で、もう萩さんのツイッターですね、これも概要欄にまた URL 貼っときますけども、ちょうど1週間前からですね、あの、英語の勉強を本気で頑張ってもらってますと。はい。で、その勉強を始める前に TOEIC の模試も受けていただいてるんですけども、あの535点がスタートで、でご本人はあの900点を目標にしてこれから頑張っていくということなんですけども、あのまあどんどんですね、まあ、Twitter だったり、まあ、北川のチャンネルでもまた紹介していきますけども、あのまあ萩さんがこれから535点がどれぐらい英語ができるようになるかですね、このあたりもまた気にしていただけたらいいなというふうに思ってますと。はい。もう萩さんのツイッターでも、まあほぼ日々ですかね、うん、日々あの勉強されてる姿の動画が上がっていってますね。はい。ということで、はい、本編ですね、令和の虎金子忠さん、希望金額1000万円ですね、北川の投資判断について語らせていただきますと。はい。で金子忠さん、まあ、こちらのサムネですね、令和の虎のサムネを見ながらですけども、業界最強ストレッチ専門店を FC チェーン展開したい、金子忠さん、東京在住の50歳の方で、早稲田大学大学院卒ストレッチトレーナーをされている方ですと。でこちらのサムネにもある通り、マネーの虎の志願者ですね、をされてたと。はい。で登場してた金子忠再臨ということでですね、18年前ですね、北川がまだ大学生の頃にマネーの虎やってたんですけども、まあ、その時に僕も金子さんですね、はい、覚えてますね。はい、覚えてるというか、もう結構キャラの濃い方でしたし、まあ、覚えてますね。で、その後もですね、結構テレビ出られてる方なので、はい、僕自身はもうもちろん存じ上げてたという方ではありましたと。で、実際に2年前に令和の虎が、まあ、YouTube 版のマネの虎として復活した際も、金子さんは、虎として座られてたというような方だったんですよね。で、それが、この度、志願者として、まあ、戻ってこられたと。はい。そういう方ではありましたと。はい。で、この、金子さんですね、ストレッチの専門店をして20年、そのマネの虎の時代からずっとストレッチ専門店をされてたと。で、ストレッチ専門店といっても、もともとは PNF という、そういった技法ですかね、そういったノウハウを学ばれて、習得されて、で、それを、まあ、すごいいいものだから日本に広めようっていうふうに思われたんですけども、ただ、PNF と言っても、まあ、誰も通じないから、だからストレッチっていう、まあ、近しい言葉で広めていってるっていうようなことのようですね。で、その20年間の間ですね、ストレッチの技術だったりを、まあ、もろもろ構築をされてですね、で、そもそもがストレッチトレーナーという職業自体を作った本人でもありますよと。はい。で今、まあ、姫路にもストレッチ専門店ありますし、結構全国展開でストレッチ専門店って何個かフランチャイズ展開されているものがありますけども、まあ、その礎なりですね、パイオニア的な存在に、金子さんはなってましたよと。はい。で今もですね、そういったパイオニアでもありながら、もう今もなおいろんな挑戦をされてて、でキックボクシングの選手をされてるとか、あとは医療系の専門学校に通ってですね、卒業されてるとかですね、もう今までの経験に飽き足りることなくですね、探求心を持っていろんなものをこうストレッチに対してですね、まあ、ブランディングが上がるように、ストレッチの技術がもっと向上するように、いろいろ研究もされてですね、でようやく今になって、ほぼ完成形が出来上がったと。まだ完成形とは言われてなかった、ほぼ完成形が出来上がったと。でそれが、ニーズと技術のマッチングができるほどの、ものになって、それがマニュアル化できたんだと。で技術をパッケージ化できたので、まあ、このタイミングで FC 展開を考えていきたいと。
で、具体的にはどんなことがあのパッケージ化、マニュアル化できたのかって言ったら、まあ一つは新規を獲得する方法であるとか、あと技術的なことであるとか、その技術を獲得するためのその人材を育成する方法っていうものを、まあ体系化する、パッケージ化することができたんだっていう話ですね。で、さらにその一例として言ってること、としてですね、まあ、あり方だったりスタンスとして挙げられていることがあのいらっしゃいませとかですね、ありがとうございますっていうことを、まあ、絶対に言わないというスタンスで、接客をしなさいとかですね、そういったところもあの金子正しい流だっていうことですね。で、まあ、このあたりですね、まあ言ったらあのビジネスはですね、あの要は選ばれる側でもありながら選ぶ側でもありますよねってことですね。で、サービスを提供してさ、まあそうですね、よくあるのはあの会社側がですね、会社側なりお店側がありがとうございましたっていうのが普通かもしれないですけども、提供したことでお客様側からありがとうございますっていうふうに言われるんだったら、はい、言われるんだったらこちらから言うことも別にしなくてもいいでしょうし、要はこびる必要もないですし、まあ言ったらお客様からお礼を言われるほどのことをやってるので、はい、まあ要はしてあげてる、やってあげてるっていうようなスタンスでもビジネス展開がまあ言ったらできるんだっていうようなところですよね。で、まあそういった意味では、まあ、かなり尖った、はい、ビジネス展開にもなってるのかなと、商品力の強いものになってるんじゃないかなと。で、お客様がむちゃくちゃ喜んでいただけますし、で、むしろやってる従業員自体もめちゃくちゃ盛り上がるんだと。はい、もう腰が曲がって痛い痛いって入ってきた方がもう背筋伸ばしてもう元気よく帰っていくっていう姿を見たら、まあそれはやってる従業員さんもやりがいがありますよねっていうようなところで、離職率も低くですね、事業展開ができるんだっていうような話をされてましたと。はい。で、まあ、いらっしゃいませ、ありがとうございますを言わないっていうようなところも、あの一般的な商業的なビジネスじゃないんだ商業的なセラピストをやってるわけじゃなくて、金子さんのビジネスっていうのは専門家的なセラピストとしてのストレストレーナーの、あのポジションを確立しているということを言われてましたと。はい。で、そのフランチャイズにですね、実際に加盟しようと思ったら、加盟店の初期コストは、まあ、加盟金を払うのと、あとまあ不動産の取得コストぐらいしか初期はかかんないと。まあ、あとは別途何台か置くにしても、まあ、そんな金額知れてるので、まあ、500万程度あればできるんだっていう話でしたと。で、オープン前に研修を2ヶ月ぐらい、まあ、2ヶ月ほどですね、受けていただくことで開業が可能になると。で、ベッド1台あたり80万円から100万円ぐらいの売り上げが一月に見込める。で、それが3台ぐらいあるのを標準にしたら、まあ、売り上げで言ったら240から300ぐらい。で、300ぐらい売り上げがあるんだったら、利益が100万ぐらい出ますかね、みたいなことは言われてたかと思いますと。はい。で、まあ、ビジネスの収支のモデルとしてはそういったところですけども、もう実際にですね、施術をすることでですね、まあ動画でも見ましたし、大迫社長もあのやってましたし、まあ七重ママのもありましたけども、あの人の体が確実に変わるんだっていう話をされてましたと。で、もうこれはもう体系化されて理論でも証明ができる、説明ができる。で、もう説明ができるだけじゃなくて、これをこうしたらいいんだと。もうマニュアル化もできていることなので、金子さんがやらなくても教えてあげたら誰でもできるようになっちゃうと。はい。まあそういった再現性があるっていうようなものになってるみたいですと。で、もう確実に変わる。腰痛が消えなかった人は一人もいないと。で、あの、狭窄症でも治るとかですね。もう本当、あの、上げ出したらキリがないぐらい、あの、効果、効能があるんだと。で、それを上げたら150個ぐらいネタがあるので、まあそれぞれに、あの、それぞれの技法なりですね、技があるわけですよね。で、それらを、あの、150個あるうちの、まあ、何十個かを、まあ、パッケージ化した状態で、フランチャイジーの方には提供するんだと。はい、そんな話をされてましたと。もう実際に、まあ、大阪社長も体が一瞬で柔らかくなってましたし、で、もう何よりも、七重ママはですね、結構収録前からも結構腰が痛くて、なんか、その日にですね、その日にも病院に行ってたらしいんですよね。で、もうなんならもう曲げるのも痛いし、ちょっとなんか、椅子の腰掛け方次第ではもうちょっとズキッとするような、それぐらい痛いんだってことを言われてたのに、あれですね、背中反らすこともできたりとか、もうご本人もめちゃくちゃびっくりされてましたね、当日もですね。まあそういうのも目の当たりにして、まあすごいなと。はい、もう技術ですね、商品力っていうものは本物だなっていうのはもうまざまざと、はい、思い知らされましたけども、まあただですね、このお金がですね、どうも金子さん
いらないんじゃないですかっていうようなことを北川自身はもうずっと思っちゃってたと。なので、あんまり僕の中で気持ちが盛り上がらなかった部分は正直あるんですね。で、まあ、希望金額は投資で1000万。それを全額広告費にもう移んだと。で、その全額広告費っていうのもまあ分からなくもないんですけども、で、もともとが金子さん自身もまあ虎もされてたぐらいで、まあお金もある。で、今回のビジネスプランの中でも1000万はまあ自分の方からも入れるんだ。で、まあお言葉の中でも実際使わないかもしれないと。はい。ひょっとしたらまあ半分以上残るかもしれない。1000万投資してもらってもですね。だったらもうその分元本で返すかもしれないし、なんならその、とりあえず1000万使ったとしたら、2年間の、まあ、加盟金の 20%、ロイヤリティの 3% っていうようなこともあったんですけど、で、それが、まあ、僕が計算する限りは、それ自体が、2年間で1000万円戻ってくる計算にならなかったんですよね。僕の中では。ならなかったので、リターンがちょっと戻ってくるわけでもなく、これは、まあまあそうですね。どうなるんだろうなっていうことで、まあ、質問させていただいたら、まあ、その辺は相談乗りますと。はい。まあ、別に出して損がなるような形にはならないというようなことは言っていただいたんですけども、そういう意味では、リターンの額もちょっとよくわからない。で、お金が使われるか使われないかもわからないとかですね。で、実際にですね、すでにもう金子さん13店舗はされてるんですよ。13店舗は金子さんのお店があるんですよね。で、あって、で、そこから、これから FC 展開をする。直営店とフランチャイズがそれぞれ混ざった状態で13店舗あるって言われたと思うんですけど、ここから新たに1年で18店舗、2年で36店舗を目標に出店を していきたい。で、そうすることで目標としては都道府県全部に出店をしていきたい、みたいな話を、まあ、されてましたと。まあ、最低でも都道府県一つずつですね、出せるんじゃないか。で、出して流行らないわけがないっていう話はされてましたと。まあ、確かに、そうだと思いますと。うん。まあ、それはもう、あれですね。まあ、すでにストレッチ専門店があるっていう中で、それよりも格段にいいものをですね、もう治癒や治療にすらなるんじゃないかっていうような、まあ、まさに治療院ですよね。にもなり得るような、そういったストレッチ専門店が、まあ、できたら、結構行きたい人いるかもしれないですね。まあ、体が一瞬で柔らかくなるとか、腰痛が治るとかってなったら、まあ、みんな行きたがる人も多いでしょうし、まあ、都道府県に1個と言わず、広がる気はしますけどね。はい。まあそういう意味ではビジネス的にはむちゃくちゃ僕はいけるとは思いましたよと思いましたけど、先ほどから言うように希望金額が本当に1000万がいるかどうかわかんないっていうので、これ本当どうなんだろうな。なんなら1円もいらないかもしれないんじゃないかなっていうような、そういうような気持ちでは聞いてたんですよね。で、それでいて、リターンの内容もちょっとよくわかんないし、どうなんだろうなと。まあただですね、実績もある方だし、プレゼンを聞いても、まあこのもの、まあそうですね、実体験を目の前で見ても、これはもう事業としては成功はするだろうなと、まあしそうだなと。うん、ってなったらちょっとゼロでナッシングにするのは違うなと思いながら、そんな中途半端な気持ちで100万円って書いちゃったんですよね。はい。なので、まあそういったこともあってでしょうけども、実際に、高澤社長の500万はじめ、実際に1400万円がですね、5人の虎からそれぞれ、全員の虎から出たというような状態で、結局ですね、100万円を出した僕と300万円の七重ママが、今回はもうお断りみたいな感じになってしまって、はい、まあ、そうですね、北川自身も外された形でオール達成ということになりましたよと。はい。で、まあ、そうですね。北川としては、すごくちょっと切ない思いにはなりましたけども、まあ仕方がないかなと。で、これどうするのが正解だったのかなっていうのが正直、まあ今もちょっとわかんないですかね。ナッシングにして、いや、すんませんっていうような、そんなビジネスプランでもないし、これどれが正解だったんだろうなと。まあこうやって100万、200万でもまあ正直に出して、まあ断られる形で、まあ良かったのかなって、まあただちょっと切ないなみたいな、そういったちょっと、はい。まあ別の意味で思い出に残るような、会にはなりましたと。はい。で、まあ金子さんとはですね、また別の機会にもっても言っていただいたんですけども、まああれですね、Facebook のメッセンジャーとかでも最近もやり取りもさせていただいたりで、まあ今後何かの機会があったらですね、まあまたご一緒できるといいなというふうには思ってますと。で、もちろん金子さんのビジネス、まあ僕はうまくいくと思うので、はい、北川自身ももちろん応援させていただいてますと。はい。
ということで、また北側の話、最後ですね、武田塾イングリッシュ新宿校ですね、2021年12月18日、朝4時にオープンしますんで、またそれに関する動画をですね、また18日に、出させていただきます。ということで、また動画と、武田塾イングリッシュの URL つけときますんで、そちらにも行ってらっしゃい。